播磨の別所長春が信長への反乱が相次ぐ中、摂津の荒木村重もそれに呼応するように離反した。村重を知る黒田官兵衛は説得のため摂津へ赴くが、そのまま捕らわれ有岡城に幽閉されてしまう。秀吉は官兵衛救出に向かいたかったが、織田を取り巻く緊迫した情勢がそれを許さず、羽柴軍は木津川口へ。その地で秀吉は反抗勢力の主力をなす本願寺勢に物資を援助せんとする毛利水軍の撃退を命じられる。戦況は劣勢。しかし織田軍には鉄鋼戦という強力な切り札があった。木津川口の戦い。ようやく傷が…ああ、雨子を見捨てた胸クソ悪さは消えてねえが…というか、半兵衛、お前こそ大丈夫か？僕のことは気にしないで。官兵衛のためにも…そうだな。早いとこ有岡城に向かわねえと。巷じゃ、敵方に寝返ったなんて…いや、官兵衛に限ってありえない。官…だな。すまん。ちっとばかし弱気になっちまった。よし。一丁手柄を立てて。僕を頼ってね。いずれ鉄鋼戦ってのが来てくれるらしい。みんな、それまで耐えきるぞ。織田の本陣はわしが死守する。秀吉、前線を頼んだぞ。さて、私の策を披露しようか。準備はもうできているかい？お見事にございますな。よし、このまま前線を押し上げておくか。向こう抜け、織田本陣に火を放つのだ。
織田勢が援軍を待っているのか。であれば今のうちに畳みかけるのが上策だ。いいよ。よっ。おやっ。取れてや。おお、よくぞ家計を防いでくれた。取ってよっ。おれくれや。ここで負けりゃ、官兵衛を助けるどころじゃなくなっちまう。必ず勝つぞ。不足なし、入れ。体が重いや。でも今は秀吉のために頑張らないと。やっちまうぞ。毛利の攻勢に。織田は余裕なしと見た。今のうちに本願寺勢へ兵糧を届けよう。敵将、おいらが討ち取った。耐えきれ、引かせてもらう。父上に指揮を託していただいたんだ。必ず勝利へ導かない。合点承知。フルはなんだか。戦況は必ず好転する。お願い、みんな今は耐えて。橋をかけてくれ。攻勢を緩めず織田勢を圧倒するんだ。合点承知。光線が降りゃ劣勢を覆せるかもしれん。みんなもうちょい踏ん張ってくれ。織田の将、羽柴秀吉だったっけ。折れずに味方を励まして、気骨のあるやつだ。おお、毛利から兵糧が届いたか。ありがたい。これでまだ戦えるぞ。よいしょ。おいらの出番だ。耐えきれ、引かせてもらう。いいよ。そこの武者、わしに付き合い。敵の攻勢がきつくなってきたぞ。鉄砲戦はまだ来ねえのか。任された。おいらの出番だ。かかってこい。いいよ。向こう一つ、いただきだ。意地は見せとは。もうよかろう。お手柄です、主。秀吉殿、数正殿、お待たせいたした。ものども撃て。毛利勢にありったけの弾をぶち込んでやれ。敵方に妙な船が現れたぞ。こっちを狙ってやがる。とにかく逃げろ。あれが鉄鋼船の力か。よっしゃ、合点承知。一気に巻き返してやれ。おい半兵衛、あんまし無理すんなよ。お前の策がオイラには必要なんだ。うん、大丈夫、心配しないで。役目は必ず全うするから。オイラの出番だ。いいよ。
軍師だって部働きしないとね。まずは人暴れして敵の規制を削ぐぞ。軍師だって部働きしないとね。軍師だって部働きしないとね。敵が勢いついている。一旦交代だ。体勢を立て直す。鉄張りの船をどうにかしないと。孫一殿、お願いします。さて、ようやくで。合点承知。ワンカ、雇われた以上報酬に見合う働きはしてやる。おいらの手。いいよ。大回りしている余裕はねえな。船を呼んでこっちにつけさせろ。邪魔はしねえでもらおうか。できれば毛利の力だけで勝ちたかったけど、現状これが上策ですよね、父上。よし、金ヶ崎の引け目が王を引いてやがるのか。織田が相手だとどうもまだ鈍っちまう。敵は去ったな。砲撃を続けろ。これ以上被害が広がるとまずい。全ては勝利のため、私自ら打って出よう。開門。いいよ。よ、お待たせいたしました、高影王子様。さあ皆さん、本陣を攻めますよ。こんにゃろめ。いいよ。まずい、敵の増援だ。止めないと本陣が危ない。来たね、輝元。これで毛利の勝利がより揺るぎないものとなったようだ。ここで圧勝すればみんなを元気にできる。少し運動してでもやらないと。合点承知。皆の衆、撃って出よ。攻撃をなし、毛利に勝利をもたらさん。開門。合点承知。まだ手無用ぞ。毛利の勢い止められませんよ。やっちゃおうか。散らかせよ。やった。これでみんなを元気づけられたかな。おいらの出番。いいよ。でもさすがに無茶だったかも。お見事にございますな。向こう一つ、いただきだ。悔しいが、ここまでか。どんどん行くぞ、どんどん。本願寺の連中を退けたぞ。任された。
かって、あとは毛利を片付けるだけだ。援軍がやられたようだ。敵もなかなかやるじゃないか。私に期待してくれた父上のためにも、ここで負けるわけにはいかないんだ。悪いが、負けられねえのはこっちも一緒だ。おたりとも引くもんか。守れない。もっと力をつければ。勝ったぞ。これで本願寺が屈してくれりゃ、官兵衛を助けに行けるかもしれん。半兵衛、和氏、よくやった。これで本願寺が潔く屈してくれりゃいいん。大丈夫、きっとほどなく折れるはずだよ。軍師、いい加減少し休まれては。そうだぞ半兵衛、お前はオイラたち羽柴の要だ。倒れられちゃ困っちまう。もう二人とも心配しすぎだよ。またそうやって。まあまあ、カズウジ、半兵衛、オイラはお前を信じるよ。うん、ごめんね、ありがとう。さあ急いで。今日はまたいつでもどう。ああ、いらっしゃい。またのお越しを。信長が播磨平定に向かう一方、木津川口の戦いを制した秀吉は、荒木村重の居城有岡城に進軍していた。この一戦で敵に幽閉された官兵衛を必ず助け出す。その思いは竹中半兵衛も同じだったが、半兵衛は自分に有岡城の戦い。時は来た。
みんな準備はいいな。承知。うん、ようやくこの時が来たね。僕も行こう。秀吉、和治君、この戦い何が何でも負けられないよ。主、軍師は皆まで言うな。和治、半兵衛はもともと頑固なやつだ。あんな風に腹くくられちゃ、今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。はっ。一丁手柄を立ててくるか。主の手駒となりましょう。オイラが必ず助ける。策は任せたぞ、ハンベ。うん、まずはカンベイの居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。ハンベ、カズージ、カンベ、お前たちがいてこそオイラは。次だ。勘弁。承知。先輩の務め必ず果たしてみせるからね。敵将仕留め。耐えきれん、引かせてもらう。見事、さらに精進せよ。敵将、オイラが討ち取った。砦は奪えたようだね。二手に分かれて城へと進もう。合点承知。やっぱり本調子とはいかないや。でも今ここで頑張らないわけには。伝令、この地に毛利勢が迫っている模様。毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。この砦奪わせはせぬぞ。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで。承知。前方に敵を近づけないで。よっしゃ、任せとけ官兵衛。オイラたちが敵を引きつけてやるよ。なんとか砦を奪えたね。これで
毛利の到来に備えられそうだ。一体の敵を始末し、奴らの目を奪う。みんなの協力、無駄にはできぬ。勘弁を、僕が見つけてみせる。討ち死に。この間に僕の準備を進めないと。勘弁の居場所必ず承知。探り当ててみせる。荒木勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。やつらめ、東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。よし、敵は東側に向かったみたいだね。ここまでは順調だ。半兵衛様、ご指示通り兵に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。この策で勘兵衛を救ってみせるよ。こちらより敵襲だと。開門。策を仕掛けるための体制を整えるよ。砦を奪って技法を敵に流すんだ。体が鉛みたいだ。合点承知。まだ僕は止まれない。よし、体制は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。今織田に下れば許されるって本当か？勘兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。報告、兵らが一部離反した模様。黒田官兵衛が先導しているようです。何、官兵衛が？近寄らせ、今すぐ先導を止めるのだ。合点承知。開門。オイラの出番だ。門が開いた。一体何故？よし、見つけた。勘弁はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。程度捨ておけばよいものを。必ず生きて報いねばな。勘弁、お前が無事でよかった。よし、こっからがオイラたちの本領発揮だ。よし、承知。オイラの出番だ。やつらにしてやられたわ。何か手を打たねば。このままでは。でね、毛利の手勢間近まで迫っている模様。まだ荒木様はご無事のようですね。どうやら間に合いました。承知。勝利条件変更。おお、来たか毛利よ。城外にて合流し体勢を立て直そう。開門。
荒木様はこちらに向かわれている様子、護衛を出し彼をお守りしましょう。荒木め、毛利の元へ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流させるな。荒木殿、なぜ有岡城を離れた。私たちを待ち構えていたようですね。敵ながらあっぱれです。手柄はもらって。承知。荒木は保身に走り同胞を切り捨てた。お前たちも身の振り方をよく思案しろ。よし、やってやったな。どりゃよ。合点承知。合点承知。ふぬけた荒木に捧げる銃などござらぬ。我らはこれより織田と共に参ろう。一気に畳みかけましょう。織田を包囲し袋のネズミにするのです。毛利のやつだ。オイラたちを一気に潰す気か。そうはさせねえ。毛利のゴズメが迫っている模様。毛利の兵力、甘く見ていたかな。急いで手を打たないと。あの砦を制圧して進路を封じよう。そうすれば毛利本体とも承知。連携できないはず。承知。秀吉様、この度は俺の落ち度により多大なるご迷惑を。アホ。迷惑なわけあるもんか。積もる話は帰ってからたっぷりな。鬱陶しい奴らだ。ここは引こうか、アルマイ。よし、これでどうにかなったかな。ケルモト様、お待たせいたしました。承知。何、進路が封じられて。これでは本体との連携もままならぬ。私が出ます。みんな続いてください。任せろよ、王主様。開門。吉川もおいらの出番だ。あいつの腕は波じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。勝利のため吸ってください。来いよ、打ちのめしてやる。どよっ。ここまでか。まあいい、勝負はお預けだ。やっちまうぞ。さすがのご活躍です、秀吉様。よっしゃ、なんとか勝てたな。官兵衛も助かったし万々歳だな、半兵衛。うん、本当によかったね。あ、半兵衛。おい、しっかりしろ。くそ、お前ってやつは。
先輩。ああ、勘弁。君が無事で。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。おい、半兵衛、お前大丈夫なんだよな。ごめん、少し無理がたたったみたいだ。軍師、くそ。ねえ秀吉、まだ僕は先輩。おい待ってくれよ、半兵衛。オイラを置いて勝手に行くなよ。なあ、半兵衛。おい、勘弁。主はまだ。ああ、未だお一人で陣にこもられている。よう、心配かけたな、勘兵衛。和秀吉様、もう良いの。ああ、半兵衛に託された未来、必ず形にしねえと。から元気ですね、秀吉様。勘兵衛、てめえなんつう口の利き方を。ですが、そのお姿に進むべき未来の光明を見ました、先輩に。ああ、頼むぞお前ら。さて、先を急がねえとな。多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。しかし者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に、自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、初行、高天神城の戦い。家康、信康のこと。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ。そのような。信長様、皆さんご着陣。で、兄上、この者は。従者の弥助だ。宣教師のもとにいたの、俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿。徳川家康殿、存じています。行く。
軍骨を再審します。伊賀流の神髄を見せん。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見…気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよ。これより高天神城の岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶ。はっ。とはいえ岡部殿は難敵。うむ。岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。家康、信康のことすまなかった。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実。やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この粉骨を最新伊賀流の神髄を見せん。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよ。はっ。これ…
私の出番だ。やっけ。承知。もはや恐るるに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。これは救援を求めるのろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。私の出番だ。打ち死に。こちらの本陣を脅かそうというの。時が惜しい。迅速に迎え撃て。心得ました。彼らの進軍を妨げるものはあれば、ことごとく切り捨てよ。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに心得、撃落としてしまえ。本日心得、陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。抜けてみよう。敵の弓兵を排除できたようだな。これで高天神城へと進むことができよう。やっけ。出ます。承知。信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。まず采配を振るう将を打て。敵を混乱させるのだ。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねば。勝頼が味方を見捨てたとなれば、武田の名も地に落ちる。心得。ことになろう。打ち死に。抜けてみよう。まだまだ押して参る。敵の手がもうここまで。勝頼様のため、ここは何としても耐えねば。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。出ます。承知。うむ、砦を制したようだ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。指揮する将を失っては足並みが揃わぬ。負ける気しませんね。耐えきれん。引かせてもらう。心得ます。その程度の策、かゆくもないわ。どうぞ。あなた、素晴らしい侍です。ここで命を落とすことは惜しいです。お主も良き侍と思う。侍同士主がため、正々と。承知。歩道を切り合おうぞ。おっと、倒
します。おのれ、勝頼様からの援軍さえ来ればここは一旦城に引き上げるほかあるまい。わしの出番だ。逃がす。心得ました。赤天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。皆の者、心得。岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。帰れ。時を稼ごうとて、そうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。どこを見ている。かけよ。織田徳川の本陣を落とすのだ。奇襲か。承知。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。負ける気しませんね。耐えきれん、引かせてもらう。討ち取りました。耐えきれん、心得。引かせてもらう。これは見事なお手並み。起死回生の好機。織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。恨まば恨め。ここは引くほかあるまい。助けられたばかりでは不甲斐ない。私もより一層励まねば。織田の息勢い止まらぬか。本陣が襲われている。みんな急ぎ。承知承知。信忠殿をお守りせよ。敵を倒さねば本陣を落とされては前線の味方が後輩を突かれてしまう。心得。まだまだ押してまいる。今の我らにとって武田など敵ではない。承知。負ける気しませんね。力及ばすか。お前の腕も相当なもんだな。おっと、倒します。敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした。早く出せ。敵に焦りが見えてきた。
騎馬隊ごとき、さっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落、ここまでとはね。武田が滅べば天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて、乱世は滅ぶまい。十兵衛ならばもう気づいているやもし。乱世を壊し尽くすと何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。ごめんなさい。もはや誰も当てにはできぬ。己が武を持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそもののふの本懐。ごめんなさい。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていませんね。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。承知。開門。ごめんなさい。勝頼様より救死が。援軍は出せぬ。分を祈るとのこと。そうか、勝頼様とで苦渋の決断。